ジェシカ・アンドラージは、ブラジルの女性総合格闘家、パラナ州、ウムアラマ出身、パラナバーリトゥード所属、元 UFC 世界女子ストロー級王者。UFC 世界女子フライ級ランキング1位。1991年、パラナ州ウムアラマの農家に生まれ、幼い頃から兄と共に、プランテーションで働き、両親の仕事を手伝っていた。 女子ブラジル代表のマルタに憧れ、プロサッカー選手を目指していたアンドラージは、サッカーの大会で活躍して、サンパウロ f c からスカウトを受けたこともあったが、親元を離れて一人で、サンパウロに行くことを母親に反対されたため、加入は実現しなかった。格闘技との出会いは、学生時代に始めた柔道で、高校を卒業してからは、ブラジリアン柔術に取り組んだ。2011年、 大会の数日前に出場オファーを受け、地元で開催された大会で、プロ総合格闘技デビュー。アンドラージは、スパーリングの経験すらなかったが、見事に、TKO 価値を収め、ウムアラマのグレーシーうまい田で、本格的に総合格闘技のトレーニングを積むようになった。2012年9月15日、ビテッティーコンバット12で、ボクシングの元ビバ世界ライトウェルター級王者のドゥダ。 ヤンコビッチと対戦し、ギロチンチョークで一本勝ち。この試合の後から、リオデジャネイロ州にテロイのパラナバーリトゥードに、練習拠点を移した。バンタム級時代2013年7月27日、UFC 初参戦となった UFC オンフォックス8で、女子バンタム級ランキング5位のリズ・カムーシュと対戦し、パウンドで TK を負け。この試合は UFC で、初めてとなる。 同性愛を公表している選手同士の試合であった。2014年3月15日、UFC171 で女子バンタム級ランキング13位のラケルペニントンと対戦し、2から1の判定勝ち。2015年2月22日、UFC ファイトナイトビッグフット VS 宮でマリオンデノと対戦し、三角締めで一本負け。2015年9月5日。 UFC191 で、ラケル・ペニントンと再戦し、リアネーキドチョークで一本負け。この試合を最後に、バンタム級から、ストロー級に階級を落とした。ストロー級転校2016年6月4日、ストロー級転校初戦となった UFC199 で、女子ストロー級ランキング6位のジェシカ・ペネと対戦し、スタンドのパンチラッシュで TKO 勝ち。 2016年9月10日、UFC203 で女子ストロー級ランキング7位のジョアン・コーレダウッドと対戦し、ギロチン・チョークで一本勝ち、パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2017年2月4日、UFC ・ファイト・ナイト、ベア・アームーデス・ VS、コリアン・ゾンビで元インビクタ FC 世界ストロー級王者のアンジェラ・ヒルと対戦し、3から0の判定勝ち。 ファイトオブザナイトを受賞した。2017年5月13日、UFC211 の UFC、世界女子ストロー級タイトルマッチで王者のヨアナ、イエンジェイチックに挑戦し、0から3の判定負け。王座獲得に失敗した。2017年9月23日、日本で開催された UFC ファイトナイト、セイントプラ VS、オカミで、 女子ストロー級ランキング一位のクラウディアがデイリアと対戦し3から0の判定勝ちファイトオブザナイトを受賞した試合前には調整のため自腹でホテルを取って早期来日しエッ X で浜崎彩香やレイナと共にトレーニングを行った二千十八年二月二十四日 UFC オンフォックス二十八で女子ストロー級ランキング五位の T シャトーレスと対戦し3から0の 判定勝ち。2018年9月8日、UFC228 で女子ストロー級ランキング4位のカロリーナ・コバケビッチと対戦し、右フック一発でコバケビッチを失神させ小勝ち、パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。UFC 世界王座獲得2019年5月11日、UFC237 の世界女子ストロー級、タイトルマッチで王者のローズ・ナマユナスに挑戦。 ケージキワで、キムラロックを狙った生ユナスをリフトし、投げ技のスラムで頭からマットに叩きつけて、失神小勝ちを収め、王座獲得に成功した。ファイト・オブ・ザ・ナイトとパフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを同時受賞した。世界王座陥落2019年8月31日、UFC ファイトナイト、アンドラード VS、チャンの UFC 世界女子ストロー級タイトルマッチで、 女子ストロー級ランキング6位で挑戦者のジャン・ウェイリーと対戦。刑事際の攻防で、ウェイリーから膝蹴り及び、肘打ちをもらうと、そのまま右パンチで崩れ落ち、最後は追撃のパウンドで TKO 負けを、キッシュ王座から陥落した。2020年7月11日、UFC251 で、女子ストロー級ランキング2位のローズナ・マユナスと、再戦し、1から2の、 判定負け。試合に敗れはしたものの、ファイトオブザナイトを受賞した。フライ級転校2020年10月18日、フライ級転校初戦となった UFC ファイトナイト、オルテガ VS、ザ・コリアンゾンビで、女子フライ級ランキング1位のケイトリン・チュ・ケイギアンと対戦し、ミキボディブローデイチ・テコ勝ち、パフォーマンス・オブザナイトを受賞した。千二十一年四月十四日、 UFC261 の UFC 世界女子フライ級タイトルマッチで王者バレンティーナ・シェフチェンコに挑戦しマット・ヒューズポジションでの肘打ち連打で2キコ負け2階級制覇に失敗した2021年9月25日 UFC266 で女子フライ級ランキング5位のシンシア・カルビーロと対戦しスタンドパンチ連打で1キコ勝ち 対戦相手を軽々とリフトする強靭なフィジカルと一撃でノックアウトを狙えるパワフルな打撃が武器のファイター。左右のフックを振り回しながら前進し続けるアグレッシブなスタイルは前世紀のバンダレーシューバにも例えられる。適正階級ではなかったバンタム級から転向後は持ち前のパワーで相手を圧倒してしまう試合も多い。ありがとうございます。